皆さん、こんにちは。高橋海人さん、永瀬廉さんのそれぞれの活躍が話題となっています。1月21日の午後10時30分から放送が開始される自閉スペクトラム症の天才料理人八重森アリス役門脇麦と彼女を取り巻く人々が繰り広げる優しく温かい物語であり、アリスをめぐる過去の事件の謎が解き明かされていくハートフルミステリーを描いた日本テレビ系連続ドラマ厨房のアリスの制作発表記者会見が開催されました。アリスが営む小さな料理店アリスのお勝手で作られる美味しい料理も注目ポイントだといい、撮影中は調理場が門脇さんと店で働き始める謎の青年栄光生を演じるキング&プリンス永瀬廉さんのお気に入りの場所となっているそうです。門脇さんにずっとあそこにいるよねと言われた永瀬さんは、楽屋をあそこにしてほしいと言ってるんですよ。撮影でいただくご飯が美味しいのが楽しみでもあるし元気をもらっていますと嬉しそうに返答。アリスの父八重森慎吾を演じる大森奈緒さんに、料理はお芝居の中でいただいています。僕は永瀬くんみたいにはみ出した真似はしていないですわらと突っ込まれると、はみ出してたんですか僕と驚きながらも、昼休憩中にスタッフの皆さんがご飯の準備をしている目の前で食べているんで迷惑かな、でもこの状況が楽しいのでこのままはみ出していきたいですと笑いました。また1月17日放送のキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンでは、永瀬廉さんが福山雅治さんを自宅に招いた際のエピソードが語られました。ラジオ冒頭、厨房のアリスの話題に触れた永瀬さんは、現場の雰囲気はバッチリですね、仲睦まじく和気あいあいとやってますね、結構世代がバラバラなので俺と門脇麦さん、大森奈緒さん、前田敦子さんも、麦さんと前田さんは世代が近いかな、お姉さん2人と年下感全開でやらせていただいてますねと、雰囲気のいい撮影を楽しんでいると報告しました。そんな永瀬さんは昨年12月のラジオ放送で福山雅治さんに食事に誘われたことを明かしていました。その食事後、福山さんから連連の家行かせてよ、見てみたいと提案されたとのこと。そのことから永瀬さんは福山さんを自宅に招待することに。綺麗好きで知られる永瀬さんは使い捨て用と来客用のスリッパを分けているといい、リスナーからはあの時福山さんにどんなスリッパを出したんですかという質問が届きました。質問された永瀬さんは、福山さんと一緒にご飯を食べてる時は大丈夫だったんですけど、家に着く前あたりから急に酔いが回ってきてしまって、お家でルームツアーをしたのはちゃんと覚えてるんです。その時の会話とかノリで福山さんがここ買っちゃうかなみたいなことを言ってたのは覚えてるし、ただスリッパがマジで記憶にないのよ、どうしたかっていうことがと、まさかの福山さんに出したスリッパについての記憶がないと発言。酔っ払い判断能力が落ちてる状態で言ってるとしたら、使い捨てスリッパを出してしまってますね、確実に出してます、いやっていうところはある、俺もなんなら不安ですね、未だに正解がわからないと、福山さんに使い捨てスリッパを出してしまったかもしれないと不安げな永瀬さん。そして永瀬さんは次回会った時にご本人に確認させていただくっていう形かな、怖すぎてできるかわからんけど実際にどうだったんでしょうね、僕もドキドキです、ほんまに記憶ないから、これ俺怖くなってきたな、多分大丈夫やと思う、さすがにと自分に言い聞かせるのでした。この放送にはネット上で、福山さんに使い捨てスリッパは失礼だぞ笑、もしかしたら使い捨てスリッパ出している可能性があるの草、福山さんに出したスリッパの記憶がない笑、まさかの使い捨てスリッパ出したのかなどのコメントが上がり、ヒヤヒヤする永瀬さんと裏腹にリスナーはむしろ使い捨てスリッパ出しててほしいと言わんばかりにスリルを楽しんでいる様子でした。対して高橋海人さんは、昨年女優の有村架純さんとの熱愛を一部で報じられたことについて、所属事務所が否定しなかったことについて驚きの声が上がりました。二人の出会いは
2020年10月期に放送された有村さんが主演を務めるドラマ「姉ちゃんの恋人」での共演がきっかけだといい、すでに交際は約3年に及ぶ上に、高橋さんは有村さんの住むマンションの別室にすでに引っ越したといいます。双方の所属事務所は、ドラマの共演以来仲良くさせていただいていると聞いておりますと、共にほぼ同じ文言でコメント。交際を否定しないどころか、仲良くアルファと表現し、順調ぶりを示唆したのです。それでも恋愛沙汰に浸り込むことなく、アーティストとして活躍する LIEHATA さんの公式インスタグラムにて高橋さんが登場し、2人でダンスを披露しました。 LIEHATA さんは、はるばる日本から私のクラスを受けに来てくれてありがとう、カイトがレッスン受けに来てくれたよ、すごい行動力と、韓国のダンスアカデミー YGX で行われていた LIEHATA さんのワークショップに高橋さんが訪れたことを報告し、ツーショットを公開しています。もう一つのポストでは、ニットキャップ&サングラスで揃えた2人がノリノリでダンスする動画も、キレッキレのダンス動画の連投に、ダンスしてるカイちゃん生き生きしてる、指定コンビのコラボ最高などといった絶賛の声が相次いでいます。2人の活躍に対して称賛の声が集まる中、元メンバーであり現在ナンバーアイとして活躍する平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3名が発表したゴートが世界中で評価され、同曲のミュージックビデオは配信3日で1000万回再生を記録し、現在も順調に再生回数を伸ばしており、破竹の勢いを見せています。8日にアップされた再生回数は2日で250万台を突破するなど、こちらの数字も順調です。ナンバーアイは飛べ版や 2B の夏休みなど、本格的に露出の機会が増えていましたし、ファンは SNS 上で嬉しい悲鳴を上げています。芸能ライター、また 2B オフィシャルストアでは、昨年12月27日からナンバーアイのオリジナルグッズの販売を開始、オリジナルフォト、集合、個人やメンバー個人のアクリルスタンドが登場し、ファンからは歓声が上がりました。中でもトップの人気を誇る平野は、発売されたばかりのグッズの一部が即完売していました。28日午前の段階で、平野個人のオリジナルフォト6種類が全てソールドアウトになっていたんです。ナンバーアイの集合フォトは一部がソールドアウトしているものの、神宮寺と岸の個人フォトは売り切れていません。平野一強と言えるほど圧倒的な人気ですね。と、一方で彼らの古巣であるキンプリは、高橋さんは熱愛報道にて一部からは祝福され、永瀬さんはドラマ出演などで活躍を見せており、さまざまな面で評価は高いものの、本業であるはずの歌は酷評されるなど、暗雲が垂れ込めているのではないかという声も。キンプリは永瀬廉との2人体制になり、グループとしては踏ん張りどころです。その裏で高橋に彼女がいたと知った一部のファンたちは、アイドルとして意識が低いと思うと幻滅していました。今回の熱愛報道によるファン離れは免れないでしょう。ちなみにキンプリはその直後にミュージックステーションスーパーライブ2023に生出演、バラード曲愛し生きることを歌唱しましたが、2人とも序盤から音程がやや不安定で、ネット上がざわつく事態となりました。前日芸能ライター、当日視聴者からは、テレビをつけたらキンプリの歌が冗談みたいに下手くそでゲラゲラ笑った、キンプリの2人めちゃくちゃ歌が下手じゃない、声量声質音程どれをとっても不快感しかない、クキンプリ歌が下手すぎて驚いた、あのレベルでも音楽番組に出られるって実力のある歌手は悔しいだろうね、などと辛口コメントが相次いでしまいました。絶好調のナンバーアイと、現在は音楽活動が振るっていない、最近まで音楽番組で共演するのではという声が上がっていたほどに、不仲もささやかれず、気まずい雰囲気を感じることはありませんでした。日本にとどまってて幅広い活動を目指すキング&プリンスと、世界に通用するアーティストを目指すナンバーアイが切磋琢磨して高め合い、いつの日か共演する日を楽しみにしたいものですが、果たして叶うのでしょうか。
今後の活躍に目が離せません。最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。